別にいいや。高梨さん、高梨さんは下から這い上がるのが DDT の DDT だと。だから俺はお前に、僕に、上にいる僕に下から勝つんだって。それが DDT の、聞いてください。 DDT の、そんな下から這い上がるのが DDT の歴史だと言った高梨さん、その言葉聞いて僕いっぱい考えました。でもね、 DDT はね、もう下なんかじゃないんですよ。そんなね、下から這い上がるのなんかね、もうね、待ってられないんですよ。こんなにも、もう面白い DDT がただただ気づかれてないだけで、まだまだなんて言われるのは僕は許せないんで、僕がありがとうございます。